あら、どうしたのですか？実は、協力してもらおうと思ってたリシャールという人なんですけど、ウェンツェルの手下になってて。もう困っちゃった。確かに困ったことですね。もしもだ、もしも奴の協力を得られなかった場合、こいつだけで人々をグローシアンにすることはできると思うか？不可能とは言いません。人間は不可能を可能にする力を持っています。ここぞという時に発揮する強い力は奇跡をも引き起こします。だから人間にはパワーストーンを生み出すことができるのです。それじゃあ可能性はあるんだ。あくまでも可能性の話です。しかしもう一つ問題があるのです。それはパワーストーンを作るまでベンツェルを倒せないことです。え、どうしてベンツェルを先に倒しちゃダメなの？だって制御装置ってベンツェルのところにあるんでしょ？いいか、奴に時空を操る力があるってことはこの世界を分離させることもできるってことだ。リシャールさんが言ってたよね。きっとベンツェルが死ぬ時はみんなを道連れにするはずだって。じゃあベンツェルの攻撃に耐えながらパワーストーンを作らなきゃならないの？その上ベンツェルはテレポートで自由に移動することができます。まずはこのテレポートをどうにかしない限り迂闊に手出しできませんね。ありがとうございました。もっとよく考えてみます。チャンスはきっと巡ってきます。信じることを諦めない限り。あんた、ん？私はこの町の市長をしている者だ。あんたに話がある。ちょっと来てくれんか？しょうがねえな。私が話をしたいのはこの若者だけだ。他の者に用はない。闘技場の前で待っている。一人で来てくれ。なに？あれ、俺たちが集団だと怖いんだ。俺たちはここで待ってる。さっさと用事を済ませてこい。ちゃんと一人で来たようだな。今日こそは言いたいことを言わせてもらうとしようか。あんたたちのせいで俺たちの生活を脅かされているんだ。こんな生活もうたくさんよ。ちょっと、お前が余計なことをしなければ生活が脅かされることもなかった。ベンツェルに支配されちゃうのよ。
どうせ王様が変わるだけだ。俺たちの生活は何も変わらない。危険だと？そうよ、あいつがやろうとしてる支配はあんたたちを家畜みたいに扱うことだよ。市民が殺されるよりは。だからそんな考えが甘いって言ってんのよ。おじいちゃん。子供は黙ってなさい。違うよ、あれ。市民に被害も出さずに済ませればきっとあんたのこと見直してくれるって。私と孫はどうすればいいんだ。わかった、さあ行くぞ。うん。俺たちはどうするんだ。俺はどう動けばいい。こいつらか。わかった。わかった。オッケー、それじゃ行くわよ。もういないよ。まったく油断。
間も隙間あったもんじゃないわね。皆さん大丈夫でしたか？自分たちがあれほどひどく言ったのにまだ気にかけてくれるのか。当たり前じゃない、私たち見捨てるなんてできないよ。ねえお兄ちゃん、僕たちこのまま殺されるのを待ってなきゃダメなの？どうすればいいの？自分にできる最良のこと？そうだね、戦うばかりが方法じゃないわ。戦えない人は少しでもこの世界が良くなるために自分ができることを頑張ればいいのよ。絶対に諦めないでね。うん、僕戦えないけど、お兄ちゃんたちが安心して戦えるように僕のできることを考えるよ。その息よ、あの悪いやつは私たちがやっつけてあげるから。ちっちゃくて戦えるの？ガキ。ほら、こんなちっちゃい妖精でもね、諦めないで頑張ってるんだよ。そうだね、僕も頑張る。俺たちも自分でできることをやってみるよ。今日の戦いで少しは自信が持てたからな。さあ、俺たちも頑張ろうぜ。おい、あんたら早く帰った方がいいぞ。どうしたんだ？どうもこうもない。見知らぬ二人組が化け物を連れてやってきて、水晶鉱山を乗っ取っちまったんだ。ここから先は化け物だらけだ。なんですって？もうみんな町を捨てて逃げ出した。俺もこれから逃げるところだ。あんたらも逃げた方がいい。例の二人組はここにいるのでしょうか？行ってみりゃ分かるだろう。まだ我々に盾つくやつが残っていたのか。おとなしくベンツェル様に従えばよいものを。まさか父さん、母さん、エリオット、なぜここに？誰がこんなことをするなんて。もうやめてください。私たちはベンツェル様の部下なのだよ。そんな、父さん、
私のことを母と呼ぶのはやめてもらおうか。お前の母親役はもう終わったのだからね。お前が育つまでの14年間、私たちは親代わりをするという任務を果たした。任務が終われば、もう親子ごっこは終わりだ。ベンツェル様の敵は実力で排除する。終わったわね。父さん、母さん、しっかりして。少し見ない間に立派になったな。父さん、最後にお前に会えるなんて夢のようだ。弱い子に育てた覚えはない。でもこうするしかなかったのよ。私たちはベンツェル様にある術をかけられていてね。命令に逆らうと死んでしまうの。お前と戦わなければそこで死んでいた。お前が悪いわけじゃないんだよ。でもそんなのってひどすぎます。それがベンツェルのやり方なんだよ。それももうおしまい。これ以上苦しむ必要はなくなったわ。ベンツェルを止めるんだ、エリオット。お前なら、素晴らしい仲間を持ったお前ならできる。
そうよね、私たちの自慢の息子ですもの。頼むぞ、この世界の人々を導いてやってくれ。私たちも見守っているから。僕は泣きませんよ。泣いたら父さんに怒られちゃいますからね。許せねえ、ベンツェルのやつ絶対に許せねえ。これを見てください、全部入隊希望者ですよ。こうなるんだ。すまんなオスカ、だがこうなってしまった以上、俺はリシャール様と共に生きたいのだ。分かってくれ。いや、分からないね。この際だから言わせてもらうよ。あの時はリシャール様がゲベルの手下だと知らなかった。だが今回は違う。ベンツェルの手先だと知って、それを止めるどころか加担するなんて絶対に間違ってる。お前だけは分かってくれると思ったが、残念だが、もう一つの命令を実行するしかないようだ。アーネスト、仲間にできぬ場合は切れ。アーネスト、さらばだ。待ってください。邪魔が入った。だと。そうよ、今は争う時じゃないって知ってるでしょ。この世界は放っておいたら崩壊してしまう。それを止められるのはベンツェルだけだけど、リシャールさんが協力してくれればベンツェルがいなくても世界は助かるの。前回もそんなことを言っていたな。こいつとリシャール、両方ともゲベルってやつに作られた存在でしょ。
この二人の能力でみんなをグローシアにすればもう一度パワーストーンが作れるの。パワーストーンがあれば時空制御装置を動かしてこの世界の崩壊を止められる。ベンツェルの言いなりにならなくて済むの。それでベンツェルを倒した後リシャール様は助かるのか。それは話にならんな。アーネスト、どうして。どうやら彼は今でもリシャールを第一に考えてるみたいですね。申し訳ありません、エリオット陛下。私はアーネスト。あなたのせいではありませんよ。協力しなきゃいけないのに、どうして戦わなくちゃいけないのよ。なんとかして説得できればいいんだ。そうですね。ところでリーブス、町の様子はどうですか。はい、一時のような混乱や悲壮感がなくなりつつあります。皆さんの活躍が皆に活力を与えているようです。私たちのしてきたこと無駄じゃなかったんだね。